どうも YouTuber ズールです。今から香港出ます。見た感じガランガランです。誰もっていうかほとんどいません。チェックインカウンターガラガラです。誰もいません。チケットをもらうときに聞かれたのが、中国に2週間14日以内過去滞在してましたか。香港は1997年に、中国に返還されたんで、ここ中国です。 Have you stayed in China?もう笑けました。香港人はなんでこんな香港の国際空港がガランガランで、フライトがキャンセルされている理由がわからないみたいです。海外から香港に来ようと思わないのは、香港は中国だと思われてるから。コロナウイルスは香港で作られている、中国の一部だと思われてるからです。世界中中国路線以外はほとんど影響はないというか、まあ中国からの旅行者がいないんで中国人のお客さんいないと思うけど、他のアジア人の旅行者の動きとか、ヨーロッパからアメリカからの動きとかはほとんど影響ないはずです。ほんと面白いです。ガランガランです。